田中邦衛さんは言いました。まだ子供が食ってる途中でしょうが。ということで今日は生姜焼きいただきます。うんま、今回生姜焼きに使ったのは豚のバラ肉を使ったんですけど、途中まで本当はチャーシューを作ろうとしてたんですよね。で、皮付きの豚バラ肉を買ってきて、そこからブロック丸ごと下茹でしてたんですけど、生姜焼き食べたくねって思ったので生姜焼きにしました。めっちゃうまい、最高。この生姜焼き、そしてこのキャベツとね、合わせるわけですよ。見えてる？ニカメ、これはやばい、これはやばい、見て見て見て、エロいだろう。俺が小学生の頃近所の海で拾ったエロ本ぐらいエロいようや。なので皆さん、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。キャベツと生姜、そして豚肉のフュージョン。ニカメさん、見えてますか？大至急、業務連絡です。こちら、豚バラ肉を生姜たっぷりの液を含んでおいて、ここのマヨネーズを、からのキャベツをいっぱい取りながら、オンザライス！ギルティーワラビー通り 42P シャーマン。やばい、やばい、やばい、やばい。ああ、もっと肉いっぱい入れればよかったな。豚バラ1本じゃなくて2本入れたらどうしたんだろうな。見てこれ。生姜焼きに似つかないぐらいのこのブロック肉の残骸。あんま美味しそうな表現じゃないけど、ブロックで作ったからこそ味わえるこれですよ。うわ、見てごらん。中学生の頃よくブッダと知ったかぶった借りてた甲斐があったね。豚だけにほぼ角煮。めちゃくちゃベリーグッド。ベリーグッド大佐。あ、お箸が勇者の剣みたいに刺さっとる。キャベツ、とんかつソースー。とんかつソース ASMR。本当は生姜焼きのソースをさ、いっぱいかけてさ、食べたかったけどさ、もうフライパン洗っちゃったんだよね。そこは作れ。いいじゃん。2種類のキャベツを味わえることができて。スーパーサイヤ人になった時のキャベ。通常時のキャベ。あ、いいこと思いついた？はい。また業務連絡でございます。この分厚いレベルの角煮、角煮じゃない、生姜焼きをキャベツと絡めて、ソース、生姜焼き、キャベツ角煮、角煮。ん？はじめの頃のデクとカッちゃんぐらい合わない。うん。別々で食べた方がいいよ。このクタクタになった玉ねぎがいいのよ。生姜焼きには玉ねぎは必須ですね。人それぞれですが。藤木くん、君はいつもそうやって自分中心に動いてると思ってるんだね。再度このギルティをかまします。マヨネーズをブショ。これは銀河警察でも捕まえきれないぐらいの重罪だよ。時飛ばしよりえぐいやすさ。そしてキャベツ。うわぁ、もうこれはサラダなのか生姜焼きなのか角煮なのか。角煮はもう一切要素はないですけど、時間が経ってからさ、ご飯の外側がちょっと乾燥してカリカリになってるのね。ウォールマリアみたいだね。
皆様本当にいつもお世話になっております。おかげさまでチャンネル登録者数、撮影時ですが3700名を突破しました。本当にいつも見てくれてありがとうございます。で、自分も YouTube 活動する上でちょっと目標を立てまして、年内で1万人登録者数を目指しておりますので、どうかどうか私のチャンネル登録をしてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。死に喜びます。あと、ちょっとでいいんですけど、友達とか知り合いとか家族とか全く知らない警備員さんとかでもいいんですけど、広めていただけるとめちゃくちゃありがたいです。自分で決めた自分ルールはね、従わないとね。自分を信じない奴に努力する価値はないってね、私の大好きなガイ先生もおっしゃっていたので、自分ルールを課して年内に1万人やっていこうと思いますので、早速ですがキャベツと生姜焼きをいただきます。キャベツ多すぎんか？まあいいさね。キャベツってほとんど水分らしいよ。だから、もともとインペルダウンにいたあの囚人、アラバスタの英雄って呼ばれてたやつ、あのワニの人、あれが能力使ったらほとんどなくなるも同然だからね。生姜焼きってもう名前聞いただけでキングオブ家庭料理って感じじゃないですか。もうザ家庭料理ってイメージなんですよね。一回も実家で出た覚えないですけど。え、お母出したことあるって？え、俺記憶にないんだけど。ごめんね。めちゃくちゃいいことを思いつい、タイモパイ。じゃーん、こちら。油味噌ですね。アンダンスー？こっちなら映る？アンダンスーですね、アンダンスー。これを、サーターアンダギーみたいに取ったら、あ、チチカカスリュウや。そろそろこの、あ、間違えた。このチャンネルのヘビーユーザーの方は、チチカカっていう言葉を覚えてきたんじゃないですか。この油味噌をキャベツにたっぷりなじませて、このキャベツ自ら出した水分でしなしなの椎名林檎さんになったところを、バシューンって取って、米に合う。米進みすぎて米津玄師さんみたいになってるぜ。いらんことした。思ったほど合うもんでもない。そういえば初めて YouTube ショーツにも動画上げてみました。縦型の動画。どんなすか？いやー、難しいね、ショーツ作るのも。これからもショート作っていこうと思いますので、エンデバーの親心を感じながらいただきたいと思います。そっちのショートじゃなくて。うん。肉玉ねぎオンリー純正生姜焼き。これ、うん、うまいうまい。油味噌うまっ。入ってるのは豚肉だけどね。うん、見てこれ、豚バラの油味噌なんだよ。はーい、行ってきまーす。
私はこう見えていいとこの育ちなので書き込むなんて動作をしたことがありませんので、最後は綺麗な食べ方でお別れしましょう。デジうまかったですさ。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ごちそうさまでした。カブトムシも生涯忘れることないって言ってたもんな。